下り線施設航空写真。現在のものとは異なる建物で、本線側に位置する赤茶色の建物が、レストラン、売店となっており、現在のガソリンスタンドの位置に休憩所、道路案内所、ハイウェイ情報ターミナルがあり、上下線は立橋により、行き来することができた。また、ガソリンスタンドは、現在のレストハウスの位置にある。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ハイウェイ交流センター運営時代のエビナ、サービスエリアエビナサービスエリアは、中日本高速道路株式会社により、運営されている、神奈川県エビナ市の東名高速道路上にある、サービスエリアである。神奈川県内では、唯一の SA であり、東京方面から来る場合は、最初の名古屋方面から東京などへ向かう場合は、 最後の SA となっている。海老名市、コミュニティバス、エクスパッサ、海老名前停留所透明高速道路における SA の間隔は、名神高速道路の実績から押して、約 50km ごとが理想とされたが、東 SA は、東京起点で、約 30km 地点に位置する。これは、透明高速道路開通当時、基本往復4車線の当該路線も厚切り等は6。 車線であり、このことから、交通量の多さを考慮して、厚木よりも東側に SA を設けることになったためで、ある。これ以性はほぼ5 0トルごとに SA が設けられている。なお、東 SA については上下線とも、一般道路から歩行者の出入りが可能で、一般道場には、海老名市、コミュニティバスのエクスパッサ、海老名前停留所も設けられている。 当 SA の利用者数は上下線合わせて1日平均約6万人と全国で最も多く、休日の渋滞する時間帯などには駐車場がしばしば満車になる。そのため、大型バス専用の駐車帯が設定されている。また、2005年度の SA 売上高ランキングでも、当サービスエリアの下り線が1位、上り線が2位と上位を独占するなど、 各店舗でも利用者数や商品販売数の多さが話題となることが多い。上下線ともにエクスパッサエビナの愛称が付けられている。ありがとうございます。